はい、こんにちは、ナイスです。今から2月16日のシックホールさん、美少女戦士公演ということで、日記を見ませていただきたいと思います。ペッペッペイ。はい、まずは、七瀬さん、ありがとうございます。イェーイ、どうですか？セーラーネプチューンということだったので、ね、めちゃくちゃちょっと気品のあるお姉さん感じしてみたんですけれども、はい、いや結構ね、セーラームーンっていいですよね。めちゃめちゃなんかプリキュアも好きやったんやけど、僕なんかセーラームーンとかはちょっとプリキュアとはまたなんか違う感じがします。なんか美少女戦士なんかここにさ、こういう飾り付けみたいなのがあるやん。これマジでライブ中さつけられへんくて、そうでもちょっとね、次は頑張ってつけようと思ってつけてみましたので、はい、この渾身の頑張っているなりちゃんをね見てくれたらいいなと思います。はい、似合ってたら嬉しいです。ありがとう。次が、ヘキルくん、ありがとう。珍しいチェキ買うの久しぶりじゃない。ありがとう。ちょっとそろそろ会いに行こうやんマジで名古屋行くのにね、会いに来てくれたら嬉しいなって思ってるんですけど、いつ名古屋来てくれるんですか。ちょ、ガッキーも連れておいでよ。いやでも久しぶりにネットチェキ買ってくれてめちゃくちゃ嬉しかった。はい、ちょっとね、このネプチューンさん、なりちゅんさんを拝んでください。届いたら楽しみに待っててねありがとう、早く会いたいぞ。はい、お次が、カモシー、ありがとう。最近すごいね、ネタチェック買ってくれるよね。すごい、ほんまにありがとう、マジで。なんかもっとカモシーと仲良くなりたいなって思い始めてるよ、僕は。めちゃくちゃいっぱい喋りかけてくれるかな。うん、いいお返事が聞こえましたねはい、今回セーラーネプチューンということでね、結構お姉さんっぽい感じにしてみました。最近お姉さん系多い、嬉しい、ありがとう可愛いです、めちゃくちゃ。お次が、じゅんくん、ありがとう。はい、今回もね、セーラーネプチューンということでね、大丈夫かな、ポーズとか結構いい感じに顔かぶってたりとかしないかな。はい、ちょっとね、もうちょっと髪の毛ふわふわにしたかったんやけど、この時ね、あんまりふわふわにできなかったんや、なんか髪質のせいで、僕の巻き巻き具合がちょっと悪かったかもしれないけど、でもなんかいい感じにメイクはできたと思うので、はい、楽しみに待っててくれると嬉しいです。いつもありがとう。お次、マサありがとう。はい、今回はね、ちょっとね、色っぽい感じにしてみました。まあ、ネプチューンさんがね、ちょっとお上品系キャラだったので、僕も色っぽく頑張ろうかなと思ってるんですけれども、最近はどうですか？慣れてますか？お姉さんに慣れてたらいいなって思います。はい、いつもありがとうね。はい、お次が、コルヌチ、ありがとう。もう可愛くて強いなりちゃんになりましたよ。どうですか？僕が美少女戦士、ガチの、魔法少女系やったら、コルネさんなんてね、一発で倒せますよ、拳で。へいつって。魔法少女って言ってるが、魔法使わんのかいつって物理攻撃に行くっていうね。はい、今回はね、ちょっと大人びた感じにしてるので、これもこれでね、結構いいかなって思います。お酒の時と、ちょっとポーズ被ってたら申し訳ないんですけど、はい。はい、これもこれでいいかなと思います。ありがとうございますはい、お次が、ひょうちゃん、ありがとう。はい、ポーズをお任せということだったのでね、頑張って、ちょっと大人っぽい感じの大人、なんかお姉さん系で、こうやってちょっと髪の毛をかき上げている風かと思いきや、このアクセサリーをしっかりと固定させていくスタイルみたいなね。ちょっとこれぼやけてるからわからんと思うんだけど、こうやって手を添えてるかなって思いきや、ちゃんとね、ここについてる、これをこの辺で頑張って止めてるみたいな感じです。わかるとちょっとじわじわくるシチュエーション、わかるとじわじわくるやつですよね、これねでもなんかいい感じにね、ネプチューンさんを演じれたかなって思うので、自己紹介もいい感じにできたので、はい、ちゃんとネプチューンのセリフやりましたよ。優雅に活躍していきます。ありがとうございます。はい、お次が、マサミッチ、ありがとう。はい、どうですかこのネプチューンさんは。こんな感じですけれども、なんかライブ中はね、このおでこのアクセサリーが取れるからつけてなかったんですけどね、物販中とかもあんまりつけてなかったんですけどやっぱりネットチェキとか自撮りとかするときはやっぱつけとかないとかなと思う使命感で頑張ってつけました。頑張ってつけて頑張って可愛くしたので、僕の楽しみに、すっごく楽しみにしておいてくれたら嬉しいなって思います。いつもありがとう。はい、お次が、フジメタルさん、ありがとう。すごいね、最近めちゃくちゃネットチェキ買ってくれる率高くない？でもそんなこともない？いつもと同じくらいかな。どうなんやろ、わからん。でも最近すごいね、フジメタルさんって書いてるのが多い。実際に会って喋っ
でチェキ取ってるからっていうのもあるかもしれんねんけど、あのネットチェキでこんなに富士メタルって書くことあったっけと思って、いやでもちょくちょく分かってくれてるなって、うん、そんなこともなかったら思い違いでしたね。はい、いつもありがとうございます。なんかこのね、僕のやったこのコスプレのキャラがね結構上品な感じだったから、ちょっと腕組んで上品な感じにしてますけれども、上品になれてるかな。いや上品になれてると思う。黙ってれば上品やと思いますね。はいはい、届くの楽しみにしといてください。頑張ったのでありがとう。はい、お次が、としくんありがとう。はい、どうですかネプチューン。え、どのキャラが実際に好きとかあった？え、僕はさ、なんか、誰もやってない、セーラー、なんだっけな、なんかサターンみたいなのがおるね。なんか、あの子は、その変身すると、あの世界を滅ぼしてしまうみたいな、なんか設定があるらしくて、え何それみたいな。えなんか一番身長が多分ちっちゃくて、なんか可愛いんですよね。そのなんか闇属性みたいな感じのね、めっちゃ可愛かったんですよ。でもなんか自分がやるならやっぱあのまあね、性格とか見た目とかに合わせてくれてるから、やっぱネプチューンが一番良いかなって、あの雰囲気出しやすいかなって思うけど、ほんまにがっつりあのウィッグとかかぶってがっつりゴリゴリメイクしていいって言ったら、マジでサターンやりたいですねって思いました。はい、ちょっと気になったら調べてみてください。めっちゃ好きなタイプです僕の、うん、多分あんまりでも多分ちゃんとセーラームーンを見たことがないからちょっと何とも言われんけど、パッて自己紹介なんか動画見た、みんながこういう紹介動画見た時はその子が一番いいなって思いました。はい、でも僕はネプチューンですはい、ありがとうございます。ありがとう。はい、ラストが、タルタル4枚ありがとうございます。リーン。はい、ちょっとね、いろんな感じのね、ちょっと遠目に撮ってもらったりとか、ちょっとこれが一番近いかな。どうやろ、そんなに変わらん、いやそんなに変わらんかもない。これが一番近い、これが一番ちょっとアップ目のやつで、あとはなんか全部引き目のやつですね。はい、どうですか、めっちゃお上品、全部お上品にはできてると思いますね。ちゃんとポーズも全部違うポーズやけど、全部ネプチューンがやってたポーズにしてるので、いやもうこれは忠実に再現できてると思います。はい、落書きも全部ね、ちょっとずつ変えてます。だから結構全部同じやなっていう感じにはならないと思うので、はい、これはこれで結構いいかなって思います。はい、なんかね、こういうなんかコンセプト、コスプレライブみたいなするのも、なんかアニメ系のコスプレライブするなら、やっぱりちょっとウィッグかぶってみたいなっていうのもありますよね。でもさすがにちょっとウィッグかぶったりとかしたら、暑すぎて、多分どっかで、ポーンって脱げるかもしれへん。そしたらもう、全体ネットみたいな、髪の毛全体ネットみたいなちょっと面白い、ちょっと寝たきりになっちゃうかもしれないけど、頑張ってそこは頑張って押さえつけてウィッグかぶってやりきりたい気持ちはありますね。ちょっとまたいつかアニメコスとかするときはちょっと願望ですよね。はい、今回はね地毛なんですけど、くるくるにしてるあるので楽しみにしといてください。ありがとう。はい、ということで2月16日のシックホールさん2部美少女戦士公演ということだったです。ありがとうございました。それではネクスト。